松戸20世紀が、岡店、株式会社丸亀製麺は、株式会社トリドールホールディングスの傘下で、うどん専門の飲食店を経営する企業。釜揚げうどん等を低価格にて、ショッピングモールのフードコートや郊外型の、ロードサイド店舗などの店内で製造、調理して提供する、直営多店舗展開を行っている。看板や、ウェブサイトなどでは、さぬ釜揚げうどん丸亀製麺 釜揚げさぬきうどん丸亀製麺、セルフ釜揚げうどん丸亀製麺のように特徴部分のキャッチコピーと店舗名が併記されている。なお、店名から誤解されることが多いが、香川県丸亀市発祥の企業ではない。2018年3月時点での店舗数が国内外で軽戦店となった。1号店である加古川店うどん専門店の丸亀製麺は、 焼き鳥ファミリーダイニング、トリドールなどの運営会社である、トリドールの2000年代後半以降における主力業態で2000年11月にセルフうどん業態を導入した1号店、丸亀製麺加古川店を兵庫県加古川市に開店したことをはじめに、街道沿いの独立店舗型を中心に、ショッピングモール内のイートイン型店舗や都心部向けのビルイン店舗を積極的な出店展開している。 チェーン店として名称は丸亀製麺であるものの、香川県丸亀市には、本部は愚か店舗も存在したことはない。香川県全体でも高松市に2店舗があるのみである。名称の由来は、運営会社トリドールの創業者、社長である、た田隆成が2000年に丸亀市を訪れており、うどんを出来立てで食べさせる、製麺所に客が行列している様子を見て、丸亀を冠した。 うどん店を発案した。あわたは、ジップが、香川県坂出市の出身で、幼い頃から、サヌキうどん文化に慣れ親しんできた。もっと、サヌキうどん文化を広めたいとの思いから、坂出市に隣接し、サヌキうどんの聖地とされる、丸亀市にちなんで、丸亀製麺と名付け、より宣伝した形にパッケージしたセルフ式、うどん専門店の展開を始めた。他に、 うどん専門にこだわった理由として、客層が広い、ヘルシーで、低価格、などが挙げられている。2000年代後半以降にトリドールは、丸亀製麺を大量出店する理由として、今までうどん、蕎麦市場は河川化が進まずに、産業集約が遅れていたことや、うどん専門で、ガリバー企業を目指した、チェーンストアがなく、大量出店を継続し、経営基盤を拡充することで同社が、 圧倒的なトップリーダーになる可能性があり、強い意向で達成するためとしている。2000年代後半からの出店構成によって2009年11月時点で、同業者大手の花丸うどんの店舗数を抜いて、セルフうどん市場における店舗数第1位となり、2011年5月9日に丸亀製麺沖縄三里店をし、うどんを提供する店のイメージとして、 丸亀という讃岐の地名を使った店名であり、提供するうどんは店内に備えた製麺機で作られた麺を使用し、セルフサービスを採用するなど、香川県内に存在する讃岐うどん店の一般的な条件を備えている。厨房はオープンキッチン形式を採用して、臨場感と出来立て感、手作り感、安心感が意識できる状況にして、調理過程が目で楽しめるように工夫しており、 拡張理工程は分量。専人担当者制として、客回転の効率化を図っている。日本国外における読み方は、丸亀としており、丸亀としなかったのは、ゲームと読まれる可能性があるためと英語圏の人に、とって読みづらいという理由によるもの。また、米国ハワイ州にある、ワイキキ店では、正式名称を、正面から、うどんに変更しており、理由として、 日本国外で、うどんの単語は英語化されて、馴染みがあり、その専門性であることをアピールできるためである。2018年度より、心のうどん丸亀製麺のキャッチフレーズを使用している。CM では新たに制作された、サウンドロゴも導入。丸亀製麺みょんどん店、丸亀製麺五角上店、釜揚げうどんざる、うどんうどんは打ち立てを歌い、全店舗で製麺機を導入して、 県内で自家製麺を行っており、うどん用の小麦粉は日本国内産を用いている。製麺機は大半の店舗が大和製作所のもので、一部さぬき麺機のものを使用している店舗がある。麺は茹でたてをうっているが、客を待たせないなどの理由で茹で置きを行う場合もあり、その際は鮮度を保つために20分以上経ったものは商品として出さない方針である。 客単価は500円以下となっている。商品は看板に出ている釜揚げうどんを、はじめ、かけうどんやぶっかけうどん、釜玉うどんなどのうどんメニューと、天ぷらやおにぎりなどのサイドメニューから構成されている。トッピングでは、ネギと生姜、天かす、すりごまなどが入れ放題である上、かけうどんの出汁はサーバーから自由に好きなだけ入れることができる。天ぷらも各種揃えて充実しており、 一番人気の野菜かき揚げは玉ねぎ、人参、かぼちゃなどを専用の器具を用いて直径約8センチメートルにし高さのある形状に揚げたもので名物化している。他に柏県などがある。香川県内の店舗のうち最初に進出したイオンモール高松フードコート内の店舗はかつて亀坂製麺として営業していた。理由として香川県には丸亀市内に 丸亀製麺と同名別企業の丸亀製麺株式会社という製麺所が実在していることからデベロッパー側より変更依頼が出たことであった。しかし同じ香川県でも2012年1月11日に開店した丸亀製麺栗林公園店からは丸亀製麺として開業した。イオンモール高松の店舗も後に名称を統一し現在は 本来の野号である丸亀製麺で営業を行っている。ありがとうございます。